フロントビューオースチン3リッターは、イギリスの自動車メーカーブリティッシュレイランドモーターコーポレーション BLMC が1968年から1971年まで生産した大型乗用車である。設計コードネームは a d 6 1であった。いわゆる BMC ファリーナサルーンの大型版であった A110 ウェストミンスターの後継者として1960年代半ばまでに、 開発された後輪駆動車であったが、あと16、17と共通のオイルを用いた前後、関連式、ハイドロラスティックサスペンションが装備され、荷重にかかわらず、姿勢を水平に保つことができた。エンジンは、A105 以来の直列6気筒7ベアリング 2912cc125 馬力が縦置きに搭載された。車体は生産合理化のため、 アド17のセンターセクションやドアが流用されたため、あたかもアド17の大型版のようなスタイルになり、長いホイールベースのため同長なことから英国では、ランドクラブと呼ばれたアド17に対し、ラントロブスターというニックネームがついた。実際、全長 4718mm、全幅 1695mm に対し、ホイールベースは 2908mm もあった。 室内も大型車にふさわしく豪華にしつらえられ、ウッド張りのダッシュボードや布張りの天井を持つが、なぜかシートには本革ではなく、上質なものではあったが、ビニールレザーが使われた。サンディッターは、商業的には大きな失敗に終わり、わずか9992台を生産したのみで1971年には、早くも生産中よされてしまう。 高級版のバンデンプラウズレバンもプロトタイプは試作されたが、生産化には至らなかった。あまりにも外観が a d 1 7に似ていて、高級感が欠如していたこと、BLMC となって、自社内にローバー p 6やトライアンフ2000、2500という強力なアッパーミドルカーのライバルが存在し、大衆車ブランドであるオースチンが大型車を生産する理由も、 希薄になっていたためであった。当時の日本にも輸入されなかった。なお、ゴドアエステートワゴンも、コーチビルダーのクレイフォードによって、少数生産された。この時代の BMC、BLMC 製前輪駆動車の多くを設計した、名エンジニアサー・アレック・イシゴニス、サー・アレック・イシャイガーニスは3リッターの設計には、タッチしていない。ありがとうございます。